シャクンタラーは、インドのカーリダーサによる儀曲。正式な題名は、アビジュニアーナ・シャークンタラ。カーリダーサの儀曲として、最も有名であるだけでなく、サンスクリット劇の最大傑作と認められており、また西洋に紹介された、最初のサンスクリット文学の一つであった。カーリダーサの儀曲は、マハーバーラタに登場するシャクンタラーの物語をもとに、している。 マハーバーラタの総話において、ドゥフシャンタ王は、シャクンタラーを拒絶した理由として、彼女の言葉だけで、彼女と息子を受け入れれば、人々の間に疑惑が生じると弁明しているが、不条理で説得力に欠ける。また、唐突に現れた天の神の一声で、王の態度が急変して、物語が強引に収束してしまう。グプタ朝時代の詩人カーリダーサは、この天が不満だったようで、新たに、 思い出の指輪と千人の呪いのモチーフを導入して因果関係を作り出すことで王の言動に必然性を持たせ叙情的で美しい七幕の擬曲アビジュニアーナシャークンタラに改作したこの作品は公用語とされ始めた時代のサンスクリット語で書かれておりサンスクリット語文学の代表作であるある時プール家の血を引くトゥフシャンタオは 仕掛りの最中に、ン馬船の苦行林に迷い込み、そこで、ン馬船の幼女であるシャクンタラーに出会い、一目惚れしてしまう。シャクンタラーに見せられた王は、彼女に恋心を打ち明けることもできず、王宮に帰る気にもなれず、苦行林の近くに住み着いてしまう。王宮に帰らずに、苦行林で悪魔退治などをしていた王は、シャクンタラーが病に伏せていることを知る。 彼女の病の原因が自身に対する怖づらいであることを知った王は彼女の前に姿を見せる。そこで相思相愛であることを知った二人はついに結ばれる。そして王は思い出の印として自分の指輪を彼女に送り王宮に帰る。シャクンタラーは王のことを思い続けてぼんやりしていたため尋ねてきた政権のドゥルバーサス戦に気がつかず礼を死してしまう。 怒ったドゥルバーサスは、お前が私に無礼を働いたのは恋をしているからだ。お前が思っている、相手のことを思い出せないようにしてやる。と言って、呪いをかけたため、ドゥフシャンタ王は、シャクンタラーのことを忘れてしまう。しかし彼女の友人たちの取りなしで、政権はこの呪いに制約をつけ、王が思い出の印を見たときに、呪いが解けると予言した。その後戻ってきたヤブカンバ船は、 シャクンタラーが、トゥフシャンタ王と結ばれ子を宿したことを知り、この両縁を喜ぶ。王からの出迎えがないので、カバセンはシャクンタラーを送り出して王宮に向かわせるが、彼女は道中の泉で目欲をした際に指輪を失ってしまう。シャクンタラーは王宮で王と再会するが、呪いのため王は彼女を思い出すことができず、妻として認めなかった。悲嘆にくれたシャクンタラーが、 王のもとを立ち去ると、天界から、天女の姿をした光明が現れ、彼女を天界へ連れ去ってしまう。数年後、漁師が泉で取った鯉の腹の中から、指輪が発見され、その指輪に王の名が刻まれていたことから、王のもとに届けられた。王が指輪を見ると、呪いが溶けて、記憶を取り戻し、シャクンタラーとの別離を嘆いた。その後、インドラ神に、 悪魔征服の援助を要請された王はこれに応じ、神が用意した車に乗って天界に出陣する。悪魔退治の木と王は天界のマーリーチャ戦の世である子供と出会う。それが我が小腹田であることに気づいた王はシャクンタラーとも再会する。そこで王が彼女を忘れたのは呪いのせいであることが明らかになり、すべての誤解が解けて大断炎となる。シャクンタラーは ウィリアム・ジョーンズにより、サコンタラあるいは、運命の指輪の題で1789年に、英語に翻訳された。この英訳は、ゲオルク・フォルスターによって1791年に、ドイツ語に重訳され、ゲーテに影響を与えた。学術的研究は、アントワーヌ・レオナールド・シェジーが先伝をつけた。ありがとうございます。